はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、スターウォーズファーストオーダーストームトルーパーのプラモデルです。ファーストオーダーストームトルーパーのプラモデル結構前に出てたんですけれども、はい、最近ねちょっとスターウォーズのプラモデルハマり始めまして、はい、実はねお気づきの方もいらっしゃるかと思いますけれども、うん、ここにですねファルコン号、今日ちょっと見えてないね、今日ちょっと見えてないけど、ファルコン号のねプラモデルが作ってる最中なんですよ。これ今塗装してる最中だから、うん、ダメージ感ね出しすぎて黄色くなっちゃったってね。ちょっと黄色く今になって黄色くついてる、ね、もう一回やり直そうと思って、これはまたちゃんとですね動画出したいと思いますね。はい、ということで今回はですねこのストームトルーパーを作っていきたいと思います。はい、はい、ということで完成しました。こちらがファーストオーダーストームトルーパーのプラモデルですね。はい、めちゃくちゃかっこいいよね。そうだね、びっくりしちゃったよ、うん、素晴らしいですね。はい、プラモデルの方にはですねこちらのベータブラストライオットシールドっていう盾だね、うん、と Z6 ライオットコントロールバトンっていうですねあのライトセーバーと同等に戦えるやつ、うん、あのフィンと戦ってたよねこれね、うん、これビリビリってね、そうそうそう、これが付属しております、はい、F11D のブラスターライフル、うん、これがモモの横にですね装着されておりますね、はい、素晴らしいですねこれ、うん、素晴らしい、はい、プラモデル用にですねこの前の艶消しのスプレーも買ったんだけど、うん、ストームトルーパーはちょっとねこれは使わないよ、うんうん、あのテカテカしてた方がかっこいいから、うんね、他にですね手首パーツが4つ付いておりました。これで、はい、ちょっといろんな構えとか、はい、ブラスターを持ったりとかいうことができますね、はい、今台座に置いてますけどこれもちろん外れます、はい、で、可動はですね割としまして、股関節と膝、うん、あと足首も動きます、はい、肩が動いて、はい、腕動いて手首も動きますね、はいはい、首も動きます、はい、あと、腰回りと胸もちょっとだけ動きます、はい、ということはですねこちらの SHP アーツのストームトルーパーとほぼほぼ同じですね完全、はい、可動は、はいはい、で大きさを比べると SHP ギアーツの方がちょっとだけちっちゃいかなっていう感じだね、うん、それと SHP ギアーツの方は全て塗装がされてるので、はい、もう見たまんまかっこいいです ね、うん、これね手首パーツを変えることでこういう感じでねブラスターライフルをしっかり持てますね、はい、これでねもういいよね、うん、パパ、うん、ちょっとポージングしてみていい？あ、どうぞ。じゃあやってください。はい、はいはい、エイシン君のポージングできたようですね、はい、こちらですか。はい、これどういうポージングですか。銃を構えて、うん、手が震えないようにこの手が震えないように押さえてんだ、うんうん、震えないようにね、うん、なるほどね、はい、こんな感じですね、はいはい、ちょっと前加減前のめりになってますね、うん、こうちょっと怖くて打とうかどうしようかどうしようか打とうか打とうかどうしようかって感じかな、うんどうしようかバイハーでもいいね、うん、すごくかっこいいじゃないですか、はい、このプラモデルね、うん、それでですねうちにはいろいろですねファーストオーダーストームトルーパーありますので比較してみましょうか、はい、まずは先ほどもチロッと見せましたね、うん、SHP ダーツのファーストオーダーストームトルーパー、そうだね、はいはい、これはですねやっぱり可動もしっかりしてるし、はい、ポージングが固定できるから、はい、ファーストオーダーストームトルーパーが好きな人はこっちだろうな、はい、ただ武器系がねこのブラスターしかついてないっていうのがちょっとなんだね。そしてこちらがですねベーシックフィギュアのファーストオーダーストームトルーパーですね、はい、これちっちゃいね、ちっちゃすぎるでやっぱりですねこれ買った時も思ってたんだけど、うん、やっぱり細いよね、うん、この SH フィギュアとかプラモデルのファーストオーダーストームトルーパーに比べてもやっぱなんか細い感じがすごくしますね、はい、はい、続いてこちらがですねメタコレのファーストオーダーストームトルーパーですね、はい、ちっちゃすぎる巨人みたいだねこっちがね、うん、ベタコレの方は金属でできてますので、はい、ずっしり重いです、はい、でこっちはねしっかり自立するので、はい、まあ、デスクなどに飾っておく分にはこっちかな、はい、こちらがレゴの、ファーストオーダーストームトルーパーですね、はい、こちらはですねちゃんと稼働するけど、うん、ちょっと細部がね骨組みが見えちゃったりするので、うん、まあ、どうでしょうね、うん、まあヘルメットはねよくできてますよこれ、はい、すごくよくできてると、うんうん、ただ体がねリアルさを求めるんであればやっぱりこちらかなと、はいはい、でもデカさによっては、うん、こっちの巨人よりもさらにデカい巨人が現れた、ね、超巨人が感じになっちゃった。そうだねで最後にこちらがヘルメットコレクションのファーストオーダーストームトルーパーです、はい、はい、
まあ、これはねちょっと比較対象ではないと思うけどね、はい、顔しかないからねこれね、はい、顔です、うん、このプラモデルのファーストオーダーストームトルーパーすごくいいんじゃないかと思いました、はい、価格の割にねここまでちゃんと動かせて武器もいっぱいついてるし、うん、ブラスターとバトンとシールね、そう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 ね、うん、いいと思います、はい、あと塗装がすごいほとんどしなくていいっていうのが、うん、やっぱ一番いいですからはいはい、ということで今回はスターウォーズのファーストオーダーストームトルーパーのプラモデルでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、はい、最後にですね比較したストームトルーパーすべてここに置いてみましたけども、はい、やっぱ大きさの違いがすごいね、うん、これメタコレで、はい、これレゴだから、はい、すごい差だわな違う、うん、はい、ということで今日の動画がですねもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとですねマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひフォローもお願いします。はい、今のままはあって言うからさあって言ったのか。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。